おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきましょう。よろしくお願いします。さて今回ね、何やっていくかといった話なんですが、今回はですね、ギャラクティコガチャ解説していきたいと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあ、このギャラクティコガチャなんですが、引いた方がいいのか引かない方がいいのかって話をしていくと、今回もね、珍しく引いた方がいいガチャになります。ただ正直ね、ギャラクティコガチャ強いんですが、優先度はちょっと低めです。まずはやっぱりこっちのね、エルブランコスカウト、こっちの方が大切です。このエルブランコスカウトありきのこのロスギャラクティコスになってきますので、優先度としてはまずベンゼマの方で、ベンゼマたちの方である程度選手が揃った方はイエローの方を取りに行った方がいいのかなと思います。なんでそういう風なね、形になるのかっていうところも踏まえて今回話をしていけたらなと思いますので、最後までお付き合いいただけたら幸いです。ってことで、さあまずですね、今回のこのロスギャラクティコスなんですが、当たりの選手は4人です。カカー、マケレレ、ロベカル、イエロ。まあね、ギャラクティコスって言ってるんですけど、カカーはね、もうほぼほぼギャラクティコスの時代ではないんですが、まずじゃカカーから見ていきましょう。超強いです。センターフォワードと OMF 両方できるカカー、銀河の彗星ということで、流星提示なし乱眼、かなりね、自分自身にバフをかける特徴が揃ってます。シュートスピードダイアップ、ドリブルトラップダイアッププラスパス中アップというところで、オフェンスに関してはシュートドリブルがダイアップしてパスが中アップで、ドラップとスピードがダイアップしてるっていったような感じで、結果的に超強い。で、まあ、ランガンでね、シュートドリブル発動率ダイアップで、グリントシュートブレイクドリブルって感じで、無駄がないですね、どこにも。能力的にもとっても良くて、シュート AA、ドリブル AA、パス B、トラップ B、スピード BB というところで、めちゃくちゃ優秀ですね。まあ、シュートもう一個 A あったら良かったかなとか思ったんですが、まあ、冷静に考えてね、OMF でも起用することを考えると、まあ、パスがあった方がいいのかなと。で、ステータス的にはパスも2000超えてるし、シュートとドリブルに関しては、4500ぐらいあるというところでね、めちゃくちゃ強いですね。スピードが超速いところもいいところかななんて思います。はい、超優秀です。まあ、ただ超優秀の枠を出ないかな、あくまでも超優秀なだけ。あ、すごいいいんですよ、十分なんですけど、ぶっ壊れではないです。はい、で次じゃあクロード・マケレレいきましょう。クロード・マケレレが一つ壊れてるかなっていうレベルですね。ディフェンスマスター、ディフェンス能力ダイアップで5つの、スタミナ減っても能力落ちない、これだけでね、かなりやばい。カカーはやっぱりオフェンスマスターみたいな、こういうね、一つ、格が違う特徴を持ってるわけではないので、同じランク S ではあるんですが、ランク S の中でもやっぱ壊れてる方の特徴ですよね。ディフェンスマスター5つの範囲もあるというところで、もうね、マキレレはね、一生使える。でチェック&チャージ、マークタックル発動率ダイアップなんですが、マキレレのいいところはプレディクトマークが超強いところです。まずはね、普通のスパイダーマークだっけ、と同じ対象1人のスタミナがダイダウン、これが強い。プラスアルファマークパスカットが特大アップ、これがいいところで、チェック&チャージでタックルスキルの発動率ダイアップしてるんですが、このマークスキルのプレディクトマークさえ発動してしまえば、チェック&チャージでね、マークタックルが発動率ダイアップで、チェック&チャージでマークスキルの発動率がダイアップして、このマークスキルのプレディクトマークが発動すればですね、パスカットが一定時間特大アップするって意味わからんスキルになってるんですね。これやばくないっていう、パスカット特大アップするんかいっていう、パスカットスキルやんっていう感じなんですよ。はい、フィジカルとかじゃないからね、パスカットが特大アップするからね、マジで強いんですよ、意味わからん。でこれがちゃんとこっちにもあると、強すぎマジで。あとまあバッファロータックルでね、これもタックルとパスカットがダイアップ、パスカットスキルいらんやんっていう、このマケレレがもともと持ってるスキルが発動することによって、マケレレはパスカットが特大アップしたりダイアップしたりするわけですよ、一定時間ね。パスカットスキルいらんやんっていう構成になっていて、これがやばいんだよね。まあもちろんね、パスカットスキルつけてもいいんだけど、もうもっともっと自由に枠が決めれちゃうっていう、ロングシュートつけてもいいし、別にまあもう、パスカットの方がいいとは思うけど、でもパスカットつけたところで感も若干あるんだよね、ここまでパスカットがアップするとっていうところがまず強いところです。能力アップ的にももうね強すぎかと、
マーク AA、タックル AB、パスカット AB、でフィジカルのねパワースピードが BB、 もうねこれはね最強クラスだと思います。過去最強クラスのアンカー見ていただきたいんですが、フィジカルスターがないんでねちょっとどうなのとかって思ったんですけど、もうフィジカル BB 上がっちゃうせいでパワースピード両方2000超えるっていうね、いや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 、でこれマジかって感じなのか、デフォルトでパス750あるんですよね。基本能力のところのパス見ていただきたいんですけど、いやまあこんなにね防御に振ってたらディフェンスに振ってたらパスできないでしょ、ビルドアップできないでしょって思ったら、デフォルトでちゃんと800あるよっていう、マジかっていう、もうディフェンスに関してはもう何も言うところがないよね。全能力値が4000超え、神、これが神、これが体力落ちずに走り回るからね、やばすぎでしょっていうところです。負けれれマジでぶっ壊れです。でロベカルね、フィジカルキング勝負し先行。まあねロベカルに関しても、まあ、カカーと同じでぶっ壊れではないかな、うん、普通に強い、普通に強いって感じ、全然強いんだけど、あの負けれれみたいにマジでやべえ選手が来たっていうレベルではないです。でイエロー、イエローに関してはね、まあ、評価分かれるところかなと思っていて、パスタックルダイアップのパスカットチューアップ迎撃強いし、スティール&フィードも強いし、ブラストタックルも強いし、相手フォワード全員のスタミナチューダウンね、ディメンションフィードも強いんだけど、ディメンションフィードあくまでも自らのチームフォワード選手全員のシュート極小アップなんで、なかなかこれは期待できないかなと、正直期待できない。ディメンションフィードは A ランクのディメンションフィードはね、で能力的にも悪くはないんだけど、負けれれほどじゃないんだよね。でさらにこのエルブランコのキャプテン特徴が、ディフェンダーのねタックルパスカットをダイアップしてパスをチューアップするんですが、これも弱くはないんですけど、スコールズの方がもしかしたら優秀なんじゃないのって言ったような気はしちゃいますね。やっぱりディフェンダーにしかバフがかからないキャプテン特徴か、チーム全体にバフがかかるキャプテン特徴か、どっちがいいのかって話になった時に、悩ましいよねっていうところかなと個人的には思います。なんでスコールズを個人的には推したい。強いんだけどねイエローもね、十分このキャプテン特徴なしでもスタメンに組み込むぐらいには強いんですが、能力的にもめちゃくちゃ強いってわけじゃないんだよね、超強いよ、超強いんだけど超強いの枠を出ない、あくまでも超強い選手っていう感じかな。本当に壊れてるのがこのマケレレっていう感じかなと思います。はい、まあ、キャプテン特徴もキーマン特徴もレーン特徴も何もないんですが、それでもマケレレが今回は一番の当たりかなと思います。あまりにもねこの能力構成とスキル構成と特徴構成が化け物すぎる、はいって感じです。で他にも選手いるんですが、他の選手たち正直そんな強くないです。ジェイゴ・コスタに関してもめちゃくちゃいいっちゃいいけど、うーんって感じだし、ペリシッチなんかどう使うっていう、悪くはないんだよ、悪くはないんだけど、まあいい選手ではあるんですよ、本当に強い選手たちではあるんですが、ダビド・シルバとかもね本当に強い選手ではあるんですが、ただまあこれだったらロス・ブランコスガチャでやった方がいいよねってっていうレベルの選手たちです。すごい強いんで、すごい強いんですけど、そこまでだよねっていう、はい、あくまでもすごい強いの枠を出ない、すごい強いの上の超強いがいて、で超強いの上のぶっ壊れがいると思うんですけど、そのぶっ壊れが負けれるで、超強いはカカーロベカルイエロ、まあすごい強いよねっていうのが他の選手たちっていうような感じになってます。でまあ今回のねこの普通のこっちの白金の方だとやっぱフィーゴがすごい強いんですよね。あ、ぶっ壊れなんですよね。もうね何にも無駄がない、能力構成やばすぎ、ドリブル AAB にシュート AB パス AB、 負けれると似たような感じだよね、化け物かっていうような感じなんですよ。特徴構成、スキル構成、で特徴構成もね右サイドの妖艶発動させたらめちゃくちゃ強いし、まあ黄金の右足もまあいいでしょう、一人くらいこれ持ってないとって話ですしね。はい、でただ選手の純粋な強さで言ったら、私はもうこのね今のレアルガチャも、ま、銀河系ガチャも全部合わせて負け入れだと思っていて、あれを手に入れたらもう勝ちみたいなところがあるのかなと思っていて、もちろんベンゼマもすごい強いんですけどね、すごい強いんですけど、まあ
多分センターフォワードってジョーカー入れるかなっていうような気もしてるので、で考えた時にマケレレなんですけど、結果じゃあなんでこっちが優先かって話をしたかって言ったらフィーゴなんですよね。結局前回の動画でもさらっと言ったんですけど、ライトウィングカットインがいないと何も話にならない、フォーメーションコンボ発動させる上で。でなんでフィーゴ手に入れさえすればあとはマケレレの方に行っていいんじゃないかなと思います。もちろんね、例えばあのラモス大好きだからラモス欲しいよとか、もう正直ラモスもね超強いと思うんですけど、ただ暴れ馬がね若干ね、ネックですよね。ファールしやすいっていうのが、まあ SWCC でね、例えば50試合やります、うち15試合サイド使ったとして、15試合ファールしやすい選手をスタメン起用することのリスクも考えなきゃいけないわけですよ。超強いけどね、やっぱ能力構成とか見てもラモス本当にもう無駄がないし、まあいいんですけど、私は個人的にはね、もうラモス超強いと思うし大好きだからめちゃくちゃ使いたいですし、クルトワとかも結構私好きなので、やりたいんですけど、負けれるほどじゃない結果そこに落ち着いちゃうんですよね、負けれるが強すぎて。はい、ってことでですね、ぜひぜひちょっと考えていただけたらなと思います。あくまでもねフィーゴが最優先、レアルガチャにおいてはフィーゴが最優先、この2つあってね、で、まあ、その後にね、まあ、マケレレだとかラモスだとかが来るのかなと思っていますので、まあ、特にねこっちのロスギャラクティコスに関しては確率 6% ではなくて 10% っていうところもかなり美味しいところかなと思っていて、まあ、特別獲得枠除いてもね1人当たり 1% で計 4% あるので、こっちって計 6% しかないので全員でね、まあ、当たりやすい確率とかね、当たりの選手の確率とかも考えると、まあ、難しいかなと思いますので、まあ、当たりの選手の確率考えると、まあ、こっちの方がね、ロスギャラクティコスの方が、まあ、単純にカーカー、マケレレ、ロベカル、イエルで、この4人だけで 4% あるって考えたらね、結構、まあ、出やすいのかなと、当たりの選手が出やすいのかなと思いますので、ぜひぜひね、こちらもご一行いただけたらなと思います。ってことで、今日の動画はこんな感じです。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。トフでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。